にちは、ドラゴン、ソイです。ヨタケです。赤嶺です。はい、今日はですね、3人集まったので、ドクターを褒めたたえる会というのを今度はですね、塩崎先生の垂れ目尻切開、そしてグラマラスラインっていうね、下眼圏の手術についてね、ぜひ聞いてみたいなっていうのがあるんですけど、ああ、そうね。結構患者さん集まってね、かなりやってすごい人気ですよね、本当に。垂れ目尻って言ったらもうなんか塩崎みたいなね。僕らもやるんですけど、はい、塩崎先生のパクリをしているみたいな。そうですね。俺のちょっと極意というか適用とかについて、はい、ぜひ。垂れ目尻に関しては、基本的には目尻切開と同じなんですよ、適用っていうのはね。ただし、通常の目尻切開というのに加えても、目尻の靭帯をちょっと移動している。特に目尻切開の欠点である、あまり変化しなかったっていうことと、あと後戻りしちゃったよっていうこと。この2点をクリアするのが、この垂れ目尻切開だと思っていて。垂れ目尻って戻ったって人あんま聞かないですよ。ないでしょ。そうですね。ただ逆に言うと、目を1センチでかくする不可能だし、はい、よく目尻切開の適用って、これ引っ張って出るとこがない人は、目尻切開できないっていうじゃない。はいはいはい、それもあるんだけど、はい、一番適用がないのは、まぶたが垂れまくってて目尻が見えない人。そうですね。そう、わかります。先生、私目がちっちゃくてってドロドロって、その時に目をこうやって上げなきゃいけない人は、目尻どんなに切っても変わらないから。超奥目の人とか、ね、そうだって目尻見えてないんだもん。まずそういう人は前下切開なんですよ、やっぱり、はい、反面その目を横に広げる手術ってこれしかなくて、目尻切開か垂れ目尻切開しかないなと思って、垂れ目尻切開自体はとてもいい手術、外側下側に大きくすることができる、はいはいはい、あとまあグラマラスラインいわゆる垂れ目形成ですね、はい、垂れ目形成と垂れ目尻切開何が違うんですかって聞かれるんですけど、一般に言うと外下方に目を大きくするのが垂れ目尻切開、下側に目をグッと下げるのがグラマラスライン。なるほど。っていうことです。矢印の向きの違いってことですね。そういうことですね、はい、そうそう。グラマラスラインのその特有のなんかこういうカーブあるじゃないですか、カクンって曲がったようなね、カーブ、はい、あれが好きなんだったらグラマラスラインがいいですし、うん、それが嫌なんだったら垂れ目尻切開がいいかなっていうところですね。個人的にはグラマラスってやってんなって感じが漂っちゃうんですけど、垂れ目尻ってカーブが滑らかに変わっていくので、うん、やった感がなくていいなと思ってるんですけど、そうなんですか。中にはやった感が好きな人もいるんですよ。あ、そうですね、うん、そうグラマラスと垂れ目尻両方やると目大きくなるんですけど、うん、やった感がなくなるんですよね。あ、逆に自然になっちゃうんですよ、相殺されちゃうんですね、うん、そう。どうですか、赤嶺先生もやってますけど、垂れ目尻、そうですね、まあやっぱり非常にいい手術かなと思うんですよね。グラマラスのあの変形、外側3分の1だけグイってなって、うんうん、あれってやっぱりその自然な目じゃないんで、僕はあんまり好きじゃないんですよね、はい、あの手術自体は、うん、ですけどやっぱり垂れ目尻自体は本当に自然な感じで目を大きく若干垂れ目にできるんで、ね、非常におすすめな施術かなと思って、ね、後戻りもやっぱ少ないです。少ない。垂れ目尻って便宜上呼んでるんですけど、垂れ目にしないで垂れ目尻できますかって言われるんですけど、できます。そうなるほどね。なんか目尻切開とも違うわけですもんね。そう、目尻切開プラス靭帯移動みたいな感じなんですよね。はいはいはい。皮膚切除をしてますから、後戻りって言ったってまあ限界があるとは思うんですけど、うん、目尻切開を皮膚だけでやってる先生とかも大体戻ってますもんね。大体翌週になったらもう分かんねえかなって感じで、ね、皮膚と粘膜だけちょっと切ってみてください。インチキだよね。そう、多分そのイメージが皆さん強くて目尻切開は元に戻るんじゃないかなっていうみんな言うと思うんですよ。アマゾラクリニックでは、アマゾラクリニックでは医師、看護師、受付スタッフを募集しております。手術がたくさんあって、毎日技術を磨いて患者さんに喜んでもらえる楽しい職場です。お互いに教えたり学んだりしながら成長していきましょう。詳しい募集要項などはクリニック公式 LINE へお問い合わせください。皆さんのご応募を待ってます。切開やると、まつげなくなるんですね、端っこね。ああ、なるほど。垂れ目尻の場合って、まつげなくなるって上側なんですよね。その本来まつげないところしか切らないから、はいはい、こうまつげがなくなって変な目尻にならないっていうのがメリットですね。確かにね。あと抜歯まで結構長く取りますけど、あれはどうなんですか。一応ね、遠くから2週間っていうふうに私はお話してますから、1週間でも多分平気なんですけど、はい、実は昔1週間でやってたんですよ。知人の先生が1週間で抜歯したら傷が裂けたって言ってる先生が、プラスまあ後戻りするはずなんで、多少は、うん、後戻りしにくいようにちょっと長めに癒着をさせたいから、厳密に1週間って決めてるわけじゃないです。他の手術やってて1週間で抜歯したいからまとめてやりたいですって言われたら、まあ8日とか10日ぐらいでちょっと中間取って抜歯でもいいかなっていうふうには思ってます、うんうんうん、まあね、垂れ目尻なかなかねこう聞き慣れないかもしれないですけども、本当にバランスいい施術ですよね、うん、そうですね。そんな感じでね、垂れ目尻切開ね、症例含めて塩崎先生のインスタグラムと載ってますんで、もし適用判断してほしければ LINE の方にねお写真を送っていただければと思います。今日ね皆さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、はい、それでは今日はここまでにしておきましょう。皆さんバイバイ。バイバイ、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。当院アマソラクリニックのインスタグラム、ドラゴン細井のインスタグラム、私塩崎のインスタグラム、僕赤嶺のインスタグラム、ぜひフォローの方よろしくお願いします。インスタグラムでは質問にお答えしたり、お知らせなどを随時配信しております。おすすめ動画とチャンネル登録はこちら。バイバーイ。